セルヒー・オレクサンドロビチ・リバルカは、ウクライナスームイーシュー出身のプロサッカー選手。スイバス・スポル所属。ポジションは、ミッドフィールダー。FC アルセナルハルキューのアカデミーで育成され、2006年8月の2部リーグ戦で、プロデビュー。アルセナルでは48試合で、クラブ史上最多の20ゴールを決めた。18歳の時、イスラエルのマッカビハイファと、 国内競合クラブのシャフタールドネツクが獲得に動いたが2008年の夏にディナモキエフに移籍した。2013年初旬、チェコ王者のスロバン・リベレツにレンタル移籍。7月、レンタル期間が2013から14、シーズン終了までに延長された。UEFA ヨーロッパリーグ2013から14では予選3回戦の FC。 チューリヒ戦とグループステージの SC、フライブルク戦でゴールを決めた。2017年9月、トルコのスイバススポールにレンタル移籍。19歳までウクライナのジュニア代表チームでプレーした。母国開催となった UEFAU-19 欧州選手権2009では5試合のうち3試合に出場。グループステージ突破を決めたスイス戦では85分決勝ゴールをマークした。 そして決勝でイングランドを撃破し、代表史上初の大幹に貢献した。2015年3月に行われた、ラトビア代表チームとの親善試合で、初キャップ、ディナモキエフその他、ありがとうございます。